仲良くなって魅力を感じてもらってから、じゃあ何かできることはないかなと相手が言ってくれれば、そこからビジネスは始まる。実はこの言葉を言ってもらえる関係性を築けるかが、あらゆるビジネスにおいて極めて重要。僕自身も周りの若い連中に求めることも常に同じ。人間関係を構築した上で、こいつは裏切らないし期待に対して上回った答えを出す、そう僕に思わせてくれた上で努力し続ける、そういう連中としか一緒にはいない。数字や効率を話すことよりも、僕自身がどんな人間で、相手が僕のことをどう感じてくれているか、これを何より大切にしている。そうやってビジネスチャンスを作り、ものにしていく。常に意識しろ。何者でもない、お前という子を相手に感じさせろ。